本校は13世紀前半にガーリチ公国並びにボルイーニ公国の支配権をめぐって行われた権力闘争についてまとめたものである。ロシア語、ウクライナ語ではガーリチ・ボルイーニ公国統一戦争、ハール・イチ・ボルイーニ公国統一戦争等の名称で呼ばれ1205年から1245年をその期間とする。この闘争はリュリク朝のによる 相続争いに加え、ハンガリー王国、ポーランド王国の介入、さらに両王国の支援を受けた在地のボヤーレによって展開された。闘争は、ガーリチ、ボルイーニ両王国を統合、統治していたロマンの死亡した1205年に橋を発し、1245年のヤロスラブリの戦いに勝利したロマンの子ダニールが支配権を確定させる形で終結した。 ホームページの地名、人名は便宜上ロシア語表記からの転写に統一している。ウクライナ語による名称については、リンク先を参照されたし、係争地となった領域は、この権力闘争の直前に、ガーリチ・ボルイーニ公国として統合されているが、もともとは、ボルイーニ公国、ガーリチ公国という、それぞれ個別の統治者を持つルーシの諸公国の一つであった。 ボルイーニ公国は1156年から、流陸町の一区下であるボルイーニー・ジャスラフ家の所領で、あり、ガーリチ公国は、ガーリチロス・チスラフ家が領有していた。1187年に、ガーリチロス・チスラフ家のガーリチ公、ヤロスラフが死亡した後、ヤロスラフの維持で、イボ兄弟の関係にあるオレグとウラジーミルの間で、ガーリチ公国の相続争いが勃発した。これにして、 ボルイニージャスラフ家のボルイーニコロマンは、ガーリチ公国内のボヤーレ・コルミリチチ家や、ポーランド王国からの支援とともに、ウラジーミルを支持した。そして1198年に、ウラジーミルが死亡すると、ロマンは、ガーリチ行為を手中に収め、ガーリチ、ボルイーニ両公国を合わせて、治療とした。なお、ガーリチ統合後、ロマンは、ガーリチのボヤーレに対し圧勢を敷いたことが知られている。 また、1201年、スモレンスクロスツスラフ家のキエフ大公流陸が、チェルニゴフオレグテやポロベツ族と手を組み、ロマンに対する遠征軍を拡作した。しかしロマンは先んじて、これを制し、逆に、キエフの人々やチョールヌイクロブキに招兵されて、キエフ大公位についてもいる。ガーリチ・ボルイーニコーロマンロマンの子、ダニールとバシリコ1205年6月19日、ロマンは、 ザ・チョストの戦いで、クラクフ公、レシェク、マゾフシェココンダトラ率いるポーランド諸公軍に敗れ、戦死した。この時、ロマンの子ダニールは4歳、バシーコは2歳であり、ロマンの妻、アンナは、サノクで、ハンガリー王アンドランシュニ世と面会し、ハンガリー兵から編成された、ガーリチ中流軍の指揮権を得た。すでに1204年12月30日の段階で、ロマンと、 ハンガリー王アンドラーシュ二世との間には、相互協定条約が結ばれており、その中には、仮にどちらかが死亡した場合、その維持を支援する協定が含まれていた。なお、アンナをアンドラーシュ二世の姉妹とする説がある。ロマンの死を知ったスモレンスク・ロスチスラフ家の流陸は、キエフ対抗意に福井し、息子、ロスチスラフ、チェルニゴフオレグ家。 ポロビツ族のコチャンラによるガーリチ遠征軍を出撃させた。遠征軍はシレトガー付近でガーリチボルイーニ軍を破るが、ガーリチ近郊での戦闘ではガーリチ守備部隊に敗れ、撤退した。1206年、スモレンスクロスチスラフ家、チェルニゴフオレグ家、ポロビツ族がチェルニゴフで諸侯会議を行った。その詳細は記録されていないが、同年、これら諸侯は再び、 ガーリチへの遠征を行った。また、今回は、クラクフコーレシェクも遠征軍に加わった。これに対し、ハンガリー王アンドラーシュ二世は、戦闘を回避し、ロマンの妻子を連れて、ガーリチから撤退した。ガーリチのボヤーレ・コルミリチチ家のウラジスラフにより、チェルニゴフオレグ家系であり、ノブゴロド・セベルスキー広告出身の三兄弟が、招兵された。 三兄弟のうちウラジーミルがガーリチ公、スビアトスラフがボルイーニ公、ロマンがズベニゴロド公となり、ガーリチ・ボルイーニ公国は分割統治された。ハンガリー王・アンドランシュ二世イ・クラクフ公、レシェクその後、ハンガリー王・アンドランシュ二世イは、ハンガリー・ポーランドの同盟を画策し、ロマンの子、ダニールをクラクフ公レシェクのもとへ送った。一方、クラクフ公レシェクは、 1207年にボルイーニの皇女、グレミスラバを妻に迎えている。そして1208年には、レシェクは、ボルイーニに侵攻し、ボルイーニコースビアトスラフを捕獲した。ボルイーニコくクライには、ベルズコーアレクサンドルがついた。一方、ハンガリーをアンドラーシュ2世は、ズベニゴロドコーロマンを支援して、ガーリチを攻め、ガーリチコーウラジーミルをプチブリへと追いやった。 その上で1210年にはロマンを捕獲した。ガーリチ公くらいには、ハンガリーの承認を得たスモレンスクロスチスラフ家の、ロスチスラフがついた。しかしロマンはハンガリーから脱出に成功し、ウラジーミルと和解すると、再びガーリチ公位を奪還した。スビアトスラフもまたペレムイシュリ公位を得た。テレボブリ公くらいには、イジャスラフがついた。一方、ボルイーニにおいては、 1209年に、ベルズ公アレクサンドルから、ルーツク皇イングバリへ、ボルイーニ公位が譲られた。しかしイングバリは、ボヤーレからの人望がなく、再度アレクサンドルが、ボルイーニ公位についた。この移動の際に、かつてのガーリーチ・ボルイーニ公ロマンの未亡人、アンナの意見を採用したレシクは、アレクサンドルの所領であったベルズ公国を、ロマンの子、バシリコに譲渡させ、 ポーランド領だったブクカワセーガンの地をボルイーに高領とした。1211年、ロマンダ三兄弟はガーリチのボヤーレを弾圧した。年代記には500人が殺害されたと記されている。ボヤーレのコルミリチチ家はアレクサンドルをガーリチに迎えようと格索し、アレクサンドルもまた、ポーランド、ハンガリー、弟フセボロド、イングバリの子と共に三兄弟を攻めた。 ボルイーニイジャスラフ家のムスチスラフもこれに加わった。連合軍はまず、ペレムイシュリを攻めて、スビアトスラフを捕らえると、ついで、ズベニゴロドを囲んだ。テレボブリコイジャスラフが、ボロ別軍と共に救援に向かったが、リュタ川で撃破された。ズベニゴロドを守るロマンは、都市から脱出するも捕らえられ、ズベニゴロドは降伏した。残るウラジミルは、ガリチから撤退したため、 連合軍はこれを追撃した。連合軍は、ネズダ川で再びイジャスラフ軍を破り、ウラジーミルも捕獲された。招兵されていた、ロマンラ三兄弟が駆逐された後、ガーリチ公為は、かつてのウラジーミル・ボルイーニ公ロマンの子、ダニールに与えられた。ガーリチ・ボルイーニ年代記によれば、ロマンラ三兄弟は、公主刑に処されたと記されている。一方、ノブゴロド第一年代記は、 ガーリチで、公主系となったのは二人だと記している。行為を与えられた、ダニールであったが、ガーリチのボヤーレ・コルムレニチチ家のウラジスラフは、即座に、これを追放し、自身が、ガーリチ公くらいについた。アンドラーシュ二世がダニールへの行為返還を求めたが、ウラジスラフは、ボルイニージャスラフ家のムスチスラフに猛威に、行為を渡したため、ダニールは再び、ハンガリーへ退避した。 弟のバシリコはベルズコウクライをしばらく維持していたが、1213年にレシェクはこれを取り上げ、アレクサンドルに与えた。また、先にボルイーンに交流としていたブック河西岸の地を再度治療に戻した。その後、ウラジスラフはハンガリー軍、チェコ軍からの資源を取り付けることに成功し、再びガーリチコウクライに着いた。この時、ダニールは母と共に、 レシェクに引き取られており、これを利用したレシェクは、アレクサンドル、その弟、フセボロド、ムスチスラフネモーイと共に、ガーリーチを攻めた。1213年、ウラジスラフとハンガリー、チェコ軍は、ボブルカ川で敗北するが、ガリーチの防衛には成功した。この遠征により、アンドラーシュ二世との間に不安が生じたため、レシェクは、自身の娘サロメアと、アンドラーシュ二世の子、 カールマーンとの間に婚議を結び、ローマ教皇インノケンティウス三世の下、カールマーンをガーリチの王とする宣言を成した。1214年に、スピスで結ばれた協定に従い、ハンガリー・ポーランド連合軍が編成され、ガーリチを落とした。ガーリチ行為は、カールマーンに与えられ、レシェクは、ペレムイシュリオシ中に治めた。ウラジスラフは捕獲され、処刑された。 また、アレクサンドルは、ボルイーニ公くらいの放棄を迫られ、ベルズに戻った。左、ムスチスラフ、右、ダニールその後、アンドラーシュ2世がガーリチのポーランド領を奪ったことで、ハンガリー・ポーランドの同盟は再び崩れた。レシェクは、スモレンスクロスチスラフ家の、当時ノブゴロド公くらいにあったムスチスラフと結んだ。そして、ムスチスラフが、ガーリチ公くらいについているが、 ガーリチ行為を得たムスチスラフは、自身の娘、アンナをダニールに嫁がせ、ポーランド領となっていたブクカワセーガンの地を、ボルイーに広告領とした。レシェクワサイドハンガリーと結び、ポーランドハンガリー連合軍はガーリチへ攻め寄せた。ムスチスラフ敗下のトイシャツキー・ヤルンの守るペレムイシュリは、陥落し、ドミトルの指揮するムスチスラフの先陣は、ゴロドクで敗れた。ムスチスラフは、 ダニールとアレクサンドルにガーリチの守備を託すと、チェルニゴフ広国からの援軍と共にズブラがワイと向かった。しかしムスチスラフは敗れ、ガーリチから撤退した。1220年、1221年に、ムスチスラフは2回のガーリチ奪回の遠征軍を起こした。最初の遠征はガーリチ郊外の海戦にとどまったが、2回目の遠征ではガーリチを落とし、 ガーリチコ・カールマーンを捕らえた。カールマーンはトルチェスクに護送された。アンドラーシュ二世は和平条約を結んで息子、カールマーンを解放すると同じく息子のアンドラーシュとムスチスラフの娘、マリアとの間に婚儀を締結した。なお、このムスチスラフの遠征軍を迎え撃ったハンガリーの司令官はルーシュの年代記ではフィラと記されている。また、 この遠征後、ダニールはベルズ公国領へ侵攻、荒廃させている。なお、1223年、モンゴル帝国軍がルーシに侵入すると、南西、ルーシの諸公は一時的に連合し、これに当たった。ダニール、ムスチスラフ・ウダトヌイ、ムスチスラフネモイラも参戦し、ポロ別族をも加えた連合軍であったが、カルカカ藩の戦いで敗れた。キエフ対抗。 ムスチスラフ、トゥーロフコアンドレイ、コゼリスクコドミトリーなど、複数の粒子諸公が死亡したが、ダニールらは、戦場からの撤退に成功している。1226年、アンドラーシュニセイのコベーラがガーリチへ侵攻した。ベーラは、テレボブリ、チホムリを陥落させるが、クレメネツワをとせず、ズベニゴロド近郊で、ムスチスラフ・ウダトヌイに敗れた。また、 デシェクの発したハンガリーへの援軍はダニールによって封鎖された。1227年、ルーツク港くらいにあったムスチスラフネモーイは死に際し、ダニールにルーツク広国を相続させ、息子イヴァンの貢献を託そうとした。これは当時の相続法に反するものであり、継承権を主張するヤロスラフがルーツクを占拠した。ダニールは軍を派遣して、ヤロスラフを破ると、 弟のバシリコにルーツク行為を与えた。同年、ピンスク公ロスチスラフが、ボルイーニ公国領の都市、チャルトルイスクを占拠するが、ダニールはこれを奪還し、ロスチスラフのコラを捕虜とした。1228年、ピンスク公ロスチスラフは、キエフ大公ウラジーミル、チェルニゴフ公ミハイル、ポロビツ族の子ちゃんの軍と共に、亀ネズにダニールを包囲するが、 ダニールはこれを退け、逆にベルズ公、アレクサンドル、ポーランド軍と共に、キエフへ攻め上がり、和平条約を締結させた。1228年に、ガーリチ公くらいにあったムスチスラフ・ウダトムイーが死亡すると、ダニールは、ガーリチ公国の獲得に動き始めた。ガーリチのボヤーレからも、ガーリチ公への招兵の声が上がった。1229年、ダニールは、 ウラジーミルと共にガーリチを包囲攻略するとガーリチ公くらいに着いた。それは即座にベーラを指揮官とするハンガリー軍進行の引き金となった。しかしダニール陣営にはポーランド軍が加勢しハンガリーの遠征は失敗した。1230年ダニールの排斥を図るガーリチのボヤーレガベルズ港アレクサンドルと内通するが露見しアレクサンドルは ダニールの弟、バシリコニベルズを奪われた。チェルニゴフ公ミハイル1231年、チェルニゴフ公ミハイルが、キエフ対抗くらいの獲得に動き出すと、ダニールは、キエフ対抗位にあった、ウラジーミルの女性に回った。同年、ボロホフチ族を加えたハンガリー軍が再度遠征軍を、発し、ベロベレジエから、スルチ川流域にかけて、さらには、チホムリ。 ペレムイシュリの二都市を制圧した。これを見たキエフ大公ウラジーミルはダニールから離反した。1233年秋、ハンガリーがガーリチ公くらいに据えていたアンドラーシュが死亡し、ガーリチ公くらいの称号をもダニールが手中に収めた。1234年春にはベルズ公アレクサンドルを捕虜とした。1234年、キエフ大公ウラジーミルはキエフでチェルニゴ不幸。 ミハイルの軍に包囲され、ダニールに援助を求めた。救援に駆けつけたダニールは、ウラジーミルと共に、チェルニゴフ公国へ進軍し、講和条約を結ばせた。しかし、イジャスラフとポロ別族の率いる報復攻撃を受け、トルチェスクでダニールは敗北、ウラジーミルは捕虜となった。キエフ対抗位には、イジャスラフがついた。この紛争の際に、ガーリチのボヤーレは、 イジャスラフが、ポロビツ族と共に、ボルイニに侵攻したと、ニセ法を発し,し、ダニールの弟、バシーコを、ボルイニに派遣させた。この機に、ダニールを追放し、1235年に、ミハイルをガーリチ公として招兵した。ガーリチを追われたダニールはハンガリーへ身を寄せた。この年、ハンガリー王アンドラシュ二世が死亡したため、1235年10月14日、ダニールは、 ハンガリー王の風神として、聖ケシュフェヘルバールデノベーラ4世の戴冠式に参加した。戴冠式の後の1235年末、バシリコがガーリチを奪還すべく軍を発した。明けて1236年、ガーリチのボヤーレは、ボロホフチ族と共に迎撃に出るが、亀熱で敗北し、多くが捕虜となった。ガーリチ公くらいにあったミハイルとキエフ大公イジャスラフ。 マゾフシェコーコンラとポロベツ族と連合し、捕虜の引き渡しを求めた。しかしコンラト軍はバシリコとの戦闘に敗れ、ポロベツ族は離反してガーリチ公国領を荒らし始めた。1237年の夏には、ミハイルは息子のロスチスラフと共にハンガリー兵を率いたダニールとバシリコの軍にガーリチで包囲された。ミハイルは一時勢力を盛り返すが、 1238年、息子ロスチスラフトガーリチのボヤーレガリとアニアへ、遠征した際に、ガーリチを奪還された。ミハイルは、チェルニゴフへ撤退した。1240年、モンゴルのルーシ侵攻が行われ、ミハイルのチェルニゴフ公国もまた侵略を受けた。チェルニゴフは陥落し、モンゴル帝国軍は、ドニエプル川佐賀に至ると、キエフに降伏を迫った。ミハイルは、 チェルニゴフを脱出し、ハンガリーへ退避した。この機に際し、ダニールは、キエフ対抗位にあったロスチスラフを追い、キエフへ入場した。しかし、キエフには留まらず、軍司令官ドミトルに防衛を任せて、ガーリチへこもった。バトの率いるモンゴル帝国軍は、降伏を拒否したキエフを陥落させると、ガーリチ、ボルイーニ地方へと進出した。ダニール、弟のバシリコラもまた、 ハンガリあるいはポーランドへと退避した。モンゴル帝国軍が引き上げた後、ミハイルは、キエフへ戻り、モンゴル帝国の指示によってムスコロスチスラフと交代させられる1243年まで、キエフを統治した。ダニール、バシリコラワ、ガーリチ、ボルイーニエ、ミハイルの頃スチスラフは、チェルニゴフへ戻り、治療の統治を再開した。モンゴル侵攻後も、依然として、 ロスチスラフは、ガーリチ獲得の意思を示し、また、ガーリチのボヤーレの中には、ダニール・バシリコ兄弟を認めず、ガーリチ・ボルイーニ領内の土地を押収しようとするものがあった。1243年、ロスチスラフは、ハンガリー王ベーラ4世の娘を妻に迎えた。一方、ダニール・バシリコ兄弟は、ポーランドにおいて、老いのボレスワフと争う混乱を支援し、 1243から1244年間に2度の遠征軍、率いてポーランドに赴いている。1245年、ロスチスラフはハンガリー軍、ポーランド軍と共に軍を発した。ペレムイシュリを占領したロスチスラフは、ヤロスラブリを包囲した。同年8月17日、ダニールとロスチスラフの両軍の間で海戦が行われた。年代記によれば、ダニルには、 ポロベツ族が合流していたが、コンラと、また援軍として参加したリトアニア大公国の軍勢は、ヤロスラブリの海戦までにダニールと合流できなかった。しかし、この海戦は、ダニールの圧倒的な勝利となった。ハン・ガーリチハノボヤーレ・ウラジスラフ、ハンガリー軍司令官フィラは捕らえられて処刑された。ロスチスラフは、ハンガリーへ亡命した。ミハイル、 ロススラフ親子との闘争に勝利したダニール、バシリコ兄弟はガーリチ・ボルイーニ領を父ロマンと同じく一手に収めた。再統一したガーリチ・ボルイーニ広告はモンゴルの介入を経つつも1392年まで存続した。ルーシト法に成立したモンゴル人政権のジョチウルスに対しては1245年、ダニール自らバトゥの学者に赴いて標準の意を示し、 ガーリチ・ボルイーに領有の保証を得た。しかし1250年代には、ジョチウルスの後続クルムシからの攻撃を受けている。また、ジョチウルスへの対抗手段として、西欧との連携を画策していたダニールは、1253年に、ローマ教皇インノケンテウス4世から、ルーシュオの称号を賜っている。ダニールは1264年に死亡し、広告は、 ダニールのコレフ島の子孫へと継承されていった。ハンガリーへ亡命したロスチスラフはギフベイラ4世からスラボニア総督の地位を受領し、ブルガリア帝国の皇帝選定への介入などを行った。ルーシの地へ戻ることはなく、1262年に死亡した。ロスチスラフのジップミハイルは年代記によれば1246年にジョチウルスのバトゥの爆舎で殺された。 その後、1500年代半ばに劣勢されている。1950-234ABCDE、税、2008-485AB、税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 、2002-115-3.7リバース、リバース、税13 xv, ファイファイ1 9 8八 abcd, リバースリバース ab, 3, j i 二 z, z, abz, abcd, リバース z, 十九から七十岩間通る編ロシア史山川出版社1 9 7九年、百十四ページリムニック、マーチン、ミハイル、 プリンスオブチェルニゴフグランドプリンスオブキエフ12241246ポンティフィックルインスティチュートオブメディーバル・スタディーズ P57 税税2000田中明智悟倉持春一、和田春樹編ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス山川出版社世界歴史体系1995年145ページ クリスト、グラ・マック、フェレンツ、コライ・マジャール・トーティネー・レキシーコン、リバース、アレクサンドル・ダニ・ロフタ、ロシアの歴史古代から19世紀前半まで、佐賀へ三つのりたわけ、明石書店、2011年。126ページ、黒川雄二、物語ウクライナの歴史中央公論新社、2002年。55ページ、ジアル・ドッシュ、アッティラ、クスレイリ・ジ・フォー、ベーラ・エス、 エストボンアイフジャブキライバイサーリアーズ1260アズイベクベン。ありがとうございます。